さあでは続きまして、おうちでちょこっとらいのコーナーです。地域で活躍する講師が生活を豊かにするさまざまな豆知識を教えてくださいます。今回は地元でもおなじみですね、渡辺園の店主渡辺さんが新茶を使ったお茶の美味しい入れ方を教えてくださいます。ご覧ください。渡辺園の渡辺俊夫と申します。二俣川の南口で営業させていただいております。静岡に自社工場があり、毎日新鮮なお茶が届いております。5月は新茶という季節ということで、皆様にお客様をお招きした時に美味しいお茶を入れていただくために、今日はご説明をしたいと思います。それではお家でちょこっとライ。今日は採れたての手摘みの新茶をご用意いたしました。香りと味がまろやかで、とっても美味しいお茶です。それでは看板スタッフの有田さんにお茶を入れてもらいますね。よろしくお願いします。お茶の沸かし方もとっても大事なポイントなので、まずお茶の沸かし方からお教えいたします。踏み水を前の日にしておいていただいて、お湯が沸騰して沸かしっぱなしで 1、2分、このまま置いて軽気分を飛ばしてください。であんまりやりすぎちゃうといけないので、 1、2分というのがポイントです。続いてはこの熱湯がここにもう入ってますから、お茶碗を温めるところからいきます。湯飲みを温めることが一つの利点がありまして、もう一個はお湯の温度が下がるという2点のポイントがあります。お湯飲みに移すと10度落ちますので、お試しください。今度は急須を温めます。先ほど湯飲みを温めたお湯を急須に移します。あと急須をまんべんなく回します。で急須が温まったら OK です。それで今度これを湯飲みに戻します。10度ずつ下がるんで、ちょうど80度になります。ではちょっとここで再確認です。まずは100度の熱湯を湯飲みに入れ、湯飲みを温めます。ここでお湯の温度は10度ほど下がりまして、90度になります。そしてこのお湯を今度は急須に移します。急須が温まり、お湯の温度がさらに10度ほど下がり、80度ほどになると言います。この温度こそが美味しいお茶の適温だということなんですね。この手間が大事、80度も覚えておきます。はい、茶葉を急須に入れます。ご家庭にあるカレースプーン、軽く3杯でちょうど適量になります。1人だいたい2グラムから3グラムで、今日これで8グラムになってます。入れていってください。いいでしょう。これで約抽出時間は1分、1分そのまま置いてください。急須の空気穴はこの位置に持っていくとお茶が美味しく入ります。中で茶葉がよく踊ります。茶葉が中で踊りますので美味しくなります。急須から湯飲みにお湯を注いでいきます。継ぎ分けて、少しずつ継ぎ分けていきます。全部均一に入るように継ぎ上げていきます。これで最後の一滴まで出してください。これがポイントです。この最後の一滴というのがすごく味が美味しいです。これで完成です。いただきます。新茶の香りがしてとっても美味しいです。ぜひお家でもお試しください。ちょっとした一手間で80度にするっていうのが大事なんですね、うん、覚えました。はい、ではご紹介いただきました渡辺園さんの改めてのご紹介です。二俣川駅南口から歩いて4分ほどのところにあります。今さまざまな種類の新茶を販売中です。6月中までということですので、美味しいお茶を楽しみたいという方、ぜひ足を運んでみてください。渡辺さんに相談すればお好みのお茶を見つけてくださるんだそうですよ。また今回放送した内容は YCV の公式 YouTube でもご覧いただけます。チャンネル登録お待ちしております。以上、おうちでちょこっとらいのコーナーでした。チャンネル登録お願いします。
チャンネル登録お願いします。お願いします。